バウアー完投勝利、 DeNA 3対2。バウアー、とにかく連敗を止めたかったので、何が何でも勝ちたいという気持ちでマウンドに上がりました。 DeNA ヤクルト12回戦、 DeNA が勝利し連敗を2でストップ。トレバー・バウアー投手が中4日で先発し、来日最多の128球を投げて9回4安打2失点、来日2度目の完投で6勝目を挙げた。チームは首位阪神と 1.5 ゲーム差まで詰めた。バウアー神、ナイス完投。バウアー愛してる。気象しそうでギリギリしなかった。マジかよ、あっさり終わらせやがった。これは優勝するピッチャーですわ。よし、128球、これがエースだよ。角町が中継ぎ休ませてくれてありがとう。これは頭が下がるわ。連敗中のチームにはとてもありがたい。またバウアーファン増えた。アズマとバウアーは10勝以上はするかもしれんな。ほんとマジバウアーオールスター出てほしい。オールスター最後の一人待ったなし。マジで空気変えた。バウアーいたら優勝できるかもな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。